下小鳥ダムは岐阜県日田市に所在する一級河川の神通川水系小鳥川に建設されたダム。高さ119メートルのロックフィルダムで関西電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、下小鳥発電所に送水し、最大14万2000キロワットの電力を発生する。ダム湖の名は下小鳥湖という。神通川は、 岐阜県の川上学に橋を発し、富山県を経て、日本海に注ぐ川である。岐阜県内では、宮川と呼ばれており、この流域には1925年、日本電力によって当時をしては、日本最大規模の水力発電所である、カニデラ発電所が完成した。その後、日本の電気事業は1939年の、 日本発送電設立に象徴されるように政府の管理下に置かれることとなったが、戦後は分割、民営化され、宮川流域の水力発電所は関西電力に、それ以外の人通川流域は北陸電力にそれぞれ継承された。関西電力は設立後間もない1952年より、宮川におけるダム建設事業を進め、 ダホダムと坂上ダムを1953年に、門川ダムを1955年に完成させた。その後、宮川の支流である小鳥川における電源開発計画を構想し、1970年より事業に着手した。関西電力は当初、小鳥川に3基のダム及び発電所を建設することを計画していた。上流より、順に上、小鳥ダム、中小鳥ダム、 下小鳥ダムを建設し、各地点ごとに一箇所ずつ水力発電所を付設。合計最大9万9 0 0 0ットの電力を発生するというものである。さらに、3ダムによって河川流量を調整することができるため、下流に位置する季節水力発電所の発生電力量を増大させる効果もあると期待された。上、小鳥ダムと中、小鳥ダムは重力式、 コンクリートダムとして計画され、包み高はそれぞれ102メートル95メートルと堂々とあるものであったが、とりわけ高さ128メートルのアーチ式、コンクリートダムとして計画された下小鳥ダムは、計画された3ダムの中でも最大の規模であった。ところが、地質調査の結果、ダムを建設する上での問題点が見つかった。下小鳥ダム地点は、堅固な地盤が必要とされる。 アーチ式、コンクリートダムを建設するには不向きとされ、中小鳥ダム地点は、アーチ式、コンクリートダムよりも、地質条件で、比較的余裕のある、重力式、コンクリートダムですら建設に不向きとされた。上、小鳥ダム地点は、地質条件の問題はないが、川は上流へ行くほど先細りしているため、水不足が懸念された。関西電力は、計画を見直し、上、 小鳥ダムと中、小鳥ダムの建設を中止。計画を、下小鳥ダム一気に絞った上で、その形式を、アーチ式、コンクリートダムから、地質条件に、余裕のある、ロックフィルダムへと変更した。下小鳥ダムは九百七十三年に完成。包み高を九メートル、低い百十九メートルに抑えたとはいえ、総貯水容量は一億二三百三万七零零0 立方メートルと、これは、人通川水系に建設されたダムの中では、最大規模である。送水先の下小鳥発電所は、最大出力が14万2 0 0 0ットに、設定されているが、これも、また人通川水系の水力発電所団体としては、最大規模である。関西電力は2018年、下流に、下小鳥維持流量発電所を建設し、2021年に、 営業運転を始める計画を発表した。東海北陸自動車道、日だき美インターチェンジから、岐阜県道478号八号みか河合線を北上。高山市から東市に入ってしばらく進むと、下小鳥ダムに至る。湖畔には、東海北陸自動車道、日だ河合パーキングエリアがある。二千八年には、社会実験として、スマートインターチェンジが設置されていたが、 すでに実験は終了しており、現在は利用できない。小鳥川では、下小鳥ダムが建設されて以来、ダムから発電所までの区間は、水量が著しく減少していたが、2003年より、下小鳥ダム直下からの河川二維持放流が行われるようになった。ダム周辺は、関西電力の社員のほか、ダム建設にあたって転出した元住民らが再び集まってなどの手入れが、 なされている。下小鳥湖では川フグと呼ばれる魚が養殖されている。実際には、ナマズの一種なのだが、フグにも劣らない美味であるとして、梶原拓岐阜県知事が1992年に命名した。小鳥川が宮川へ合流する地点の周辺には、角川ダム、坂上ダム、大ホダムと、関西電力の発電用ダムが密集している。大正時代に建設され、 その歴史的価値も高いカニデラ発電所も未だ健在である。ありがとうございます。